よし、じゃあね、あの、じゃあな、どうしよう。<laughs> 1枚引きからした方がいいよね。これ万円引きではちょっと難しいかな。うん。あ、そうそう、あと、それとね、あの、草さるさんがね、チャットのところで言ってくれてて、前回のライブの時のリクエストでね、モネちゃんのコンサートの ペンライトの地球儀はたけるさんと話し合ったんでしょうかっていう、やっと草っていうあのライブツアーですよね。なんか私もちょっと今日調べてたら、あれですね。4か所なんですよね。ライブがね。16日に沖縄、那覇、21日札幌、8月6日に岡山、11日東京っていうね。第2のふるさと、 のような岡山っていうのがね、ちょっと私はよく分かんなかったんですけど、うん。でもなんかね、北海道、那覇、岡山、東京ってね、ちょうどなんか、あの、いい感じで <laughs>、距離的には <laughs> って気がしますね。はい。えー、っと、まずじゃあこれねあの、コンサートのペンライトの地球儀は、たけるさんと話し合ったのかどうかっていうね、えー、いつも通りね、 正位置だったらイエス。逆位置だったらノーっていうことです。はい、見ていきます。はい、コンサートの地球儀のペンライトは二人で話し合ったのかあ,あイエス欲しい。なんか。 これね、この間、佐藤健さんの、えっと、何なんだったっけ、これ、小出しにしてるっていう時かな。何回の時も出たと思う、この星のカード。楽しんでるというかね、うん。まあ、周りの目を気にせずに、楽しもうみたいな、そういう意味のカードになるんですよね。で、正位一だから、うん、まあ、<laughs> 占いです。あくまで占いですけど、うん。話し合ったかもしれないですね。なんか相談したかもしれないですね。地球儀。ね。まあ、あのー、前もなんか言ってましたよね。えっ、ー、と、佐藤健さんが地球儀が好きだったのかなうん。かわいい地球儀。で、その、まあ、タイミングで、マネちゃんのグッズに地球儀がついてるっていうようなね。うん。ね。 あのちょっと楽しんでるというか、面白がってるというか、そんな感じがします。はい。ね。でも、また言いますけど、タロットですよ。エンタメですよ。ね。事実ではないですよ。もう楽しむためにやってるんですよ。しっかりとね、そこはもう受け止めてくださいね。はい。 まあでも、あのー、前もなんかこうやってね、星のカードの聖地出たから、割となんか、まあタロットとはいえ、面白いこと好きなのかなとかね、楽しませることが好きなのかなとかね、そんな風にちょっと私の妄想としてはね、膨らんでいきますけどね。